どうも皆さん、好きです。あのね、ちょっと面白いもの手に入れたんですよ。これ、なんだかわかります？これね、暗視カメラなんですよ。だから暗いところでもバッチシ見える。本来はなんか監視カメラ用ガレージとかに置いておくやつなんですよ。これね、心霊ドッキリと相性ええんちゃうかって僕思ってね、買っちゃったんですよね。そして実はまあアイテムといえばもう一個あるんですけど、僕1ヶ月前ぐらいにね、うちに新しい寝室用のライトが届きまして、それね、普通になんていうんだろうな、こうスイッチでポチポチって手動でつくねんけどリモコンでもつくんですよ、 LED で。のでもヨメピーにはこの LED1 ヶ月間ずっと隠してます。つまりどういうことかというと、ヨメピーはあれね、1ヶ月ずっとポチ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 手動でつけてるんですよ。僕実家ちょっと帰るわって1回1泊してきて、いないからって言ってね、最後に僕がね、こう幽霊の格好をして登場してくるわけですけど、寝てるところの横にこう立ってたらっていうね、衝撃的な映像をこいつで捉えたいんですけど、その前にこれで操作することによって手動でしかつかへん照明が勝手についたり消えたりっていうのを、まずこれでね、操ってヨメピーを怖がらせます。だから今回ね、めちゃめちゃいろいろ仕掛けがある。まあ頑張っていきますよ。応援よろしくお願いします。えい。暇か。
時もえそんな前から公演はえピンポン2回になったやろ。いやもう本当にやめてよ。玄関も外まで出たもん。いや俺知ってるよ。その出てくるって思ってやばいって思ってすぐに裏に行った。もうこれがついた時が一番怖かったよ。あそっちそっちが一番怖いよ。それだよ。普通にピンポンも怖いけど。え、ちゃうやん、ちゃうやん。俺が出てきた時は怖い。怖い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 。動画を見てくれてありがとう。もし、この夫婦、ちょっと応援してもいいかなと思ったら、チャンネル登録、ポチッとお願いします。もっと応援したくもいいでーという方は、高評価、コメントもよろしくお願いします。Twitter のフォローやシェアもしてくれたら、とっても嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。